人形浄瑠璃で有名な京成阿波の鳴門から連盟を取り、昭和34年に発足した阿波鳴連。新見義明連長のもと70名の連員が所属しています。豪快な暴れ踊りで阿波男の力強さを表現する阿波鳴連の男踊り。女踊りは清楚でしなやかな踊りで阿波女の上品さを表現します。阿波鳴連は情熱的でエネルギッシュな踊りが持ち味。踊り子の若さあふれるパフォーマンスをお楽しみください。阿波鳴連の皆さんです。Bye.
は男女息の合った抜群のチームワークで阿波の情緒を豊かに表現する阿波鳴連の皆さんでした。